はい、こんにちは、コムさんです。シビックね、続きやっていきます。前回は、どこやったっけ、テールランプ塗ったんかな、テールランプ塗って、で、フロントのライトね、の、スモークしたんかな。それと、リアのここね、やりました。あ、ここですけどね、コムさん、ジビクリア塗りましたけど、爪楊枝先端ね、細くしてね、デコプリをこの穴ちょん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 ってつけて、上からこれをピッ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 ってつけていったら、スムーズに早くいけたと思います。いけると思います。はい。デコプリの存在をね、もう完全に忘れてましたね。なんでか知らんけど。なんでかわからんけど、完全に忘れきっておりました。はい。ということで、なんでやろう。ということでね、今回は、続きね、やっていくんですけど、あ、そうか、これ塗ったんかな、オレンジも塗ったしね、あと何やったんかな、シートベルトちょっとやったんかな、シートベルトのデカール、ね、貼ったんですね、ね、サベルトっていうのかな、サベルト。どっちなんでしょうかね、コムさん、発音悪いんでね、どっちかというと。はい、こんな感じでね、映ってるでしょうかね。シートベルト見えますよね。雰囲気かなり良くなったと思います。で、ミラーつけたね。ミラー。そうですね。はい、そしたらね、続きね、何をやっていくと、今日はね、今回ね、皆さんまあ気づいてたと思うんですけど、今回ね、クリアパーツへのデカールね、最後の最後に貼ると。というのは、このデカールの、ね、段差を残して貼ろう、残そうかということでね。はい、ここでカットしてます。しっかりとね、カットしてます。この段差を残したままにしておこうということで、最後に貼ると。まあ、最後でもないんですけど、今の段階でね、この、もう終盤に差し掛かったところでね、貼るということにしようかなと思って、残しときました。で、まあ、保護するところら辺がね、気になるところなんでね、まあ、最後にね、まあ、動画終わってからでもね、シリーズ終わってからでも、コムさんここマスキングしてね、ちょっとクリアさーっとだけ拭いたりとかするかもしれないですけど、今回はもうこのままね、行こうかなと思ってます。はい。いつもね、デカール段差あってもええやんか、段差でもええやんかって言いつつね、いつもクリアパーツまで消してましたので、今回はクリアパーツはデカールの段差を利用して、カッティングシートね、という感じの、仕上がりというか、段差を残しておこうかということで、はい、ということです。そしてね、デカールもすぐできると思うんですけど、この後ね、あれやっていきます。牽引フックね。牽引フックを作っていくんですが、これまずね、丸めていきます。ざっくりですよ。全体的にね、こう適当な感じでこう丸く作っていきます。はい、先端ね。で、まぁ、ちょっと太いんで、まぁ、ちょっと細くするかなと思うんですけど、とりあえずね、あらかた切っていきますね。で、整えていくっていう感じで、やっていくんですけど、あと厚みがね、結構あるんで、厚みも削っていきます。はい、そしたらまずね、これ穴開けていきます。これはもうね、電動工具これでね、センターに、てるかな、なかなか開かない、ね、なかなか開かないですが、はい、開きました。これでね、道穴開けました。で、あとこれでね、ドリルで一回ね、これで大きく穴開けていきます。こんな感じかな。はい、これでね、ゴリゴリーと穴開きました。
あらかたの仕事ね、こんな感じです。で、あとね、ヤスリで、まだ穴ちょっとちっちゃいんで、これでもいいんですけど、穴ちょっとちっちゃいんで、ヤスリでね、こうやって大きくしていく。こっちよりこの方が早いな。このヤスリの方が早いんですよ。太いしね。太くなる。もうくる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 っと回していくだけね。あの、ドリル太いのある方は一発でね、ドリル太いやつで開けてもいいですけども、あの、破損しやすいんでね、これ。細くなればなるほど。なので、コムさん、こうやってね、徐々にね、こうやって開けていきます。穴を大きくしていきますね。はい、もうちょっとしようか。さっきね、薄くしちゃったらね、強度が全然ダメなんで、分厚いままで、こんなもんかな。こんなもんですね。これで、このね、ヤスリで、まあ、やっていくんですけど、これちょっと頭足。デカール、ね、デカール行きましょう。ね、ほんまはね、デカールもうちょっと後でもいいんですけど、なんで今のタイミングで行くんかというと、リアのね、この、まあ、フロント、今フロントからつけるんですけどね、どっちかでもいいんですけど、リアのね、100番をつけたいんですよ。とにかくね。つけたいんですけど、フロントの方がね、重要というか、全部重要なんですけど、フロントの方がデカール的に大きいんで、これね、もう動いてると思うんですけど、動いてますね。はい、そしたら、ノリをこうつけて、ここにね、できます。こんな感じね。本来というかね、まあ、こんな感じですよ、ほんま。ほんまいうか、まあ、どれがほんまっていうこともないんですけどね、プラモデル的にはね、デカールをね、貼っていくとこんな感じですよね、大概。貼って、ね。クリアコートまでするっていうのはね、ちょっと高級な感じはするんですけど、ね、デカールは、クムさんちっちゃい時とかはね、こんな感じですよ。もう貼りっぱなし。クリアコートなんてしないね、感じで。大人になってからでしょうか。小学校とか、ね、まあ最近やったら中学校の子でもね、クリアコートとかはすんのかな、塗装とかはすんのかな。クムさん小学校の時はね、デカールはもう貼りっぱなしだよね。今まあ大人ですけどね。はい、今回は貼りっぱなしでいくという感じです。で、もしかちょっと不安やなと思った場合は、ね、クリアを後でね、さっと拭くと。まあ、拭いといた方がね、保護になるんでね、傷つけることもないんで、いいとは思うんですが。しっかりね、水気のりね、シワ伸ばして、お、感じ出たね、ホンダプリモ。はい、もうあの話はいいね、あの話はもうやめておきましょうか。まあね、まあちょっとぐらいはするかな。ね、大騒ぎでしたね。本田さんも女大騒ぎになると思ってへんかったんかな。まあでも昔ながらの本田の感じじゃないような気はしますけどね。いきなりかっこよくなりましたね。こうね、コロ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 っと、キュッと奥までね、綿棒を押し込んで、こうコロ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 っとね、転がしていく、歪んでないように。
あんまり上まで行くと見えないんで、そこそこにしとこうかな。こんな感じでしょうか。本来ね、ポテンザってこのね、文字のところで段差に切ればいいんですけど、まあ、まあ切れなくもないですけど、まあまあこれで、まあ、よしとします。しっかり綺麗に貼っといたらね、そんなに段差にならないですよね。いいかな、歪んでないかな。これね、大概後で見てね、あれちょっと歪んでるっていう時あるんですよね。で、慌てて水で直すっていうね。よし、このもんから。よし、できました。かっこいい。かっこいいね。言いましたっけ？これね、この玉ね。あ、言いましたね。デコプリでこっち側からちょんちょんとつまようじでつけといて、で、こうピッ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 てこれをつけていったら早いっていうね。はい、なんでやったかな。ちょっとほんまになんかね、ちょっと今度はおかしかったっていうか、うん。なんでかな。あの、デコプリのこと完全に忘れきってましたからね。はい、そしたら100番ね、貼っていきます。100番は、ここ。ここなんですよね。プラモデル失敗するとかね、汚く作るとかいうね、ちょっと疲れてるとかのね、せいにしたくないんですけどね。まあまあ、まあまあね、ほんまね、ちょっとひどかったかな。はい、こんな感じね、100番。もう今全然ね、普通なんですね、今日はね。やっぱりね、元気な時っていうのは考えることっていうのかな、発想もね、しっかりできるんですよね、人ってね。で、消耗しきってる時、まあまあまだ若干の元気残ってる時だとまだマシかもわからんけど、完全に消耗しきったらダメですね。余力がないと。うん、これ何の話してるかというと、コムさん、まあ、プライベートの話なんですけどね。ちょっとね、完全に消耗しきってましてね。数日間。で、まあ、動画もね、間空けさせてもらったしね、何回か空いてましたよね。どうしてもね、ダメだという。作らなかったんですけどね。それに、ね、うん、ね、よしできたか。ね、消耗しきって、ね、しっかり考えてでき物事ができなかった。このね、なみなみしてるところはしっかりとね、こう押さえてシワを伸ばしとく。こう浮いてると後々割れてきたりとかめくれたりとかしますので、しっかり密着させる。で、ね、こうなんかこう密着してないと変な感じに見えるので、こんな感じかな。よし、これで OK ね。どうでしょうか。はい、こんな感じね、できました。はい、そしたらね、牽引フック続きね、やっていきます。これね、厚みがこんだけありますね。はい、これを薄くしていきますんで、ちょっとここね、こうバリが出てくるんで、これもね、一緒に削っていきます。
はい、この、ヤスリはあれです、あのネイルアート用のね、これ金属ですね、金属っぽい音ですね、ボテボテってなってますけどね、金属です。で、ね、ちょっとこうガリガリという感じで、こうザラザラって感じでね、ほんまそんなに荒くないんですけどね、こうよく削れます。あまり削るとね、なくなっちゃうんで、様子見ながら行きましょうか。もうそろそろかな。あんまりやるとね、全然なくなっちゃうんで。よいしょ。そこそこ厚みもないと、ね。あ、まだでね。まだですね。まだまだでした。まだまだでした。もっと行きましょう。そろそろかな。はい、もうそろそろですね。このね、奥側は分厚くてもね、いいんで、この先端をね、できるだけ細くしたいんでね。で、これであとまたね、ちょっと穴を大きくしていきます。もうちょっとね。で、ある程度いったら、外側からね、あの細さ、あの穴開けたところ突っ込むときは細さ調整していくとかあるんですけど、今回これフロントの分作ってるんで、外へつけるんでね、細さ関係ないんですけど、この穴の大きさとこのね、ここの調節とね、ここの 丸をきれいにしていくっていうね、まずこのね丸を厚み揃えつつね、きれいにしていく。で、まだ余裕あったらもうちょっと穴を大きくしたいですかね。穴大きい方がかっこいいんでね。このままかな。はい、これであとこの横ちょっと削ろうかな。薄いんでね、あっという間に削れてきます。で、あとね、あとはね、この面取りというかな、これをこのね、面を丸くして。折らないようにね、もうだいぶ細いんで、ガッてやると折れちゃうんで、ここをね、丸く丸くしていきます。あ、まあ、これもあれですよ、コムさんのイメージですよ、画像を見て、あ、こんな感じかなっていうんでね、丸くしてますけど、実際は、四角いのかもしれないしね、もっと違う形状の丸。この穴もね、形状が違うかもしれないんですけど、画像見てたらどうもこんな感じなんですよね。コムさんの頭の中にあるケインフックっていうのがこんな感じっていうことで、はい、こうね、丸くなりました。面取りできました。こうね、まあですね、この、あの接着しろはもう四角いままで別に OK かなと。でもあんまり丸ね、大きし、あの穴を大きくしようみたいに欲張らない。削れて取れちゃうんで、もうこのぐらいにしときます。十分じゃないかな。もうちょっと細くてもいいけどね。かなり軽薄できました。で、これがね、フロント用。でね、リアね、リア用ね、実はね、作ってある。リア用これですね。そしてこれはね、また塗装していくんで、一旦ここに、持ち手に挟みます。持ち手に挟みますね。ミーンって飛んでしまうので、注意した方がね。これフロントもうちょっと穴大きくしてもいいかな。ちょっと太いね。ちょっと待ってくださいね。もう一回こう。こうしてね、ちょっとずつ歪まないように、こう。均等に回していくと均等に細くなるんで、あんまりやるとね、折れちゃうんでね、もうあんまりしつこくやらない。こんなもんで OK としましょう。今なんか折れそうな感じぐらいぐにゃってなった。よし、これでいいね。
で見える部分だけね塗装するんで接着しろはもう別にいいんで、この中に挟んでおくと。はい、それでこれはね黄色に塗装します。はい、それではね黄色拭いていきます。濃いめにね拭いていくんで、しばらく乾かしてまた拭く感じで拭いていきます。白地にねうっすら拭くと鮮やかすぎるんでね、黄色がねちょっとこう濃いめの黄色って感じでね拭いておきます。これ赤じゃなくていいのかなと思ってるんですけどね、黄色なんですね、このシビックのやつはね、タコ絵が黄色なんですよね。拭いては乾かしなんですけどね、もう拭いた瞬間に乾いてると思うんですよね。中にね黄色。はい、それではね、黄色拭きました。これね黄色拭きました。で次ねテールランプを、つけて、まあ、どっちからでもいいんですけど、こうつけてね、実はここにねテールランプにねライン入ってないんですよ、切り込みがね。これ本来ここにね入ってるんですね、ラインが。そのねラインを入れていきたいと思うんですけども、これ仮止めしようかな、どうしようかな、仮止めはした方がいいけれども、まあ、このままでもいけなくないのでこのままでいきましょうかね。ここにねマスキングテープを貼っていく。ちょっと待ってくださいね、全体斜めにしとこうか。で、ここにね貼っていきます。もうこう点々ってしてやってもいいんですけど、ずれないようにね。ここが一番いいところ。で、ここね。あとととと。こうですね。あ、100番危ないですよ。持っていかれるからね、これ。くっついたらね。でもうちょっとそっちか、はい、こういう線ですね。あんまりこっちの白の方に行ったらおかしいんでね、こんな感じで、ライン入れました。でここをねカッターでもデザインナイフでもいいんですけど、これガイドにスーッとね、もうこのまま外してもいいんですけどね、テープは入ってるから、テープついてるからねいいんですけど、これをガイドにスーッとね、歪まないように。こうね、切り込み。を入れると。はい。そしたらね、このままで、剥がそうか。これ剥がして、もうこれガイドこのまま残しといてね、このままでいきます。こんな感じでね、これで印つけます、印じゃあラインつけますのでね、はい、ラインもね時間かかるんで、コムさん後でね言うかね、今ねささっとつけようかなと思ってるんですけど、はい、つけますよ、ラインねささっと、よいしょ、でこうでこう
と、ちょっといけるかな、ここはい、ということでね、何気にね、あれですよね、これテールランプ、合わせてみてますけどね、いい感じでラインじゃないわ、あの色ね、いい感じで色ついてるんじゃないかなと思います。このままね、こうしといて、映ってるかな、滑った、先端滑りました、今フロントよし、これでね、これで一旦ね剥がして、これでこっち側やね、ここをもうちょっとね、こうよくラインつけていく。もうね、印ちょっとだけ線入ってたらね、OK なんで、もういいんですけどね、これでも。筋彫りしなくてもね、別に。よいしょ。ガイドテープ一回剥がしてみようか。ああ、線入ったね。線うまく入りましたね。もうこれで OK ですね。よく見えるね。こうしときます。0.1 でね、0.1 の、筋彫りでね、筋入れようかなって思ってたんですけど、これで十分なんで、もうこういうことにしときます。でちょっとね、隅入れた時にちょっと細いなと、薄いなと思ったら、ちゃんとね、入れようかな。いいんじゃないかな。中にね、筋入りましたよね。これで OK とします。はい。そしたら次ね、行きましょう。はい。もうね、そしたら次というか、これね、つけていきます。テールランプね。テールランプは、これでいこうか。ジピクリアね。ジピクリアでいきます。取りました。で、つけていきます。これ使うか。で、ここねちょんとつけて、一旦こうできる。こうつけて、こっち曲がっていく。ちょっと、ちょっと、こくりくりってひねるとね、細くなってくれるんで。どっからでもいいんですよね。一筆書きにしようとせずに、こうね。今これ下へ降りてきました。見えましたかな、ここからこっちこうね。見えましたかなって。じいさん、言葉悪いかと。
はい、着きました。これでね、これがこっち側のテールランプ、ここね、ここピットね、転がすと外れで、ちょっとねこうはみ出したやつは後でね、こうしっかり入らなあかんね、しっかり入らなあ、ラインちょうど合うてますね、ここ見えるでしょうか、ラインね、合うてました。こうキュッ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 としてつけるね。で、ここにね両面テープでこうピト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 、この持ち手のね、ここには両面テープついてるんですけどね、これでこうね、ピッと取っていく、ちょっと押さえとこうか、まだ固まってないからね、こうやってピッて取って、で、どうしても取れないやつはピンセットでね、つまんでビーって取れば取れるんで、OK ね、これでいいね。はい、感じ出ましたね。こっち、こんなね、今までこれでもいいかなって感じで見てたんですけどね、こっち、こんな感じでね、はい、ついたらこんな感じでね、しっかりとテールランプシビックっぽくなりました。はい、そしたらね、次もう一個の方行きましょう。これもこのままね、こうペタッとやったらね、粘着力あるんでね、両面テープと、なんやったらこのジピクリアの粘着力で、こうやってくるくるっと巻き取ってピッてやれば綺麗に止めるんで、はい、まあどこでもいいですよね。こう一回こうひねりつつね、細くしながらつけて、でもう一回こうね、ビーッとこう降りていく、で一筆書きでいこうみたいな、いけるのはいけるんですよ、こうやってね、ね、ほとんど来ましたね。どんどん来ましたね。で、これね、画像映ってへんかったら笑うね。はい、で、一回やったとこ触っちゃうとね、こうやってめくれちゃうんで、もうあんまり触らないね。で、ここ。映ってたんかな、今の。ピチョーンとね。で、こう、クリーンと回すと、綺麗に取れると。はい、ここもね、ラインしっかり覆ってますよと。ね。シビックってね、ここで本来ここでガバッと開くんでね、ここもね、切り目入ってないと開かないね、ちゅうことですよ。ほんまはね、これちょっとあれでピンセットでつまもうかな、それの方が綺麗に取れそう。ここはね、ちょっと引っ張っとこうか、テールこんな感じね、できました。ここまだシルバー塗ってないんですけど、これでも結構いい飾りになってますよね。まあ塗るんですけど、はい、塗るんですけどね、まだですよと。で、次ね、これアンテナのね、土台黒く塗りました。ちっちょびっとだけ下ね、土台白、黒なんですね。で、もうちょっとね、太みがシルバーがあって細いところがあるんですけども、これで OK とします。はい、
コムさん老眼でのほとんど見えないねこんなね、まあ見る人いないね。コムさんが展示会でも行けばね、誰か見ていただけるんでしょうけどね。はい、これね、ここ、はい、入れていきます。ここにね、穴開けてます。途中から見てる方この穴開けたの知らないんでね、ここ穴開いてます。アンテナ用穴、あー入ったね。はい、ちょっと曲がってるかな、もう一回行こうか。曲がってるね、アンテナ。あ、これも固まってから、固まってから戻そうか。このまま入れておきます。 GP クリアでね。はい、よいしょ、こんな感じで。ちょっとだけ後ろ向けにしようかな。で、真ん中ね、まっすぐ垂直に立てて、うん、ちょっと長いね。こんなもんかな。結構長いのついてるんですけどね。もうちょっと後ろ向けようか。こんなもん。まだね、後で曲げて後ろ向けできるんでね、調整します、後でね。とりあえず固まるまで待ちましょう、これでね。はい、アンテナつきました。かっこいいですね。はい、そしたら次ね。ライトね。ライトの、目張りというかな。縁取り、黒く塗っていくんですけど、これね、持ち手つけてあるんですけど、ちょっとね、これではね、塗りにくいんですよね。ちょっとこれで一回まあやってみましょうか。はい、やっていきますけどね、本来これね、さっき塗っとかなあかんかったね。というのはね、なんちゅうんかな、乾き待ち。まあまあ、すぐ乾くんでね、いいですけど、乾き待ちせなあかんことになるんでね。はい、ちょっと待ってください。混ぜ棒どこやったかな。よーく混ぜていきます。つや消しブラックでいいと思うんですけどね。つや消しブラックなんで、フラットブラックね、フラットブラックなんで、これね、フラットブラックはね、まだマシなんですけどね。あ、これコムさんの感覚ですよ、いつものね。フラットブラックは割とこのままね、混ぜずに塗ってもつや消し状態は出てくれるんですけど、セミグロスブラックね、混ぜずに上っ面ちょんちょんってやってやると結構ツヤツヤになる時があるんで、はい、要注意ということでね。これちょっと太いか、こっちでいこうか。これでいきます。ちょんと、綿棒でこうコロ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 ちょいちょいちょいって塗ったら綺麗にいくんじゃないかなっていうのはあるんですけど、これほんまはね、ここ塗った方がいいんですよね。こっち目張りこうね、塗った方がいいんやけど、こっちに塗っていく。これはやっぱり綿棒で塗った方が塗りやすいね。と言いつつね、筆で強引にいってますけどね。接着白なんですよね。この接着白は、これはね、またGPクリアでいくんで大丈夫なんですけど、本来ね、接着白に関して塗ると接着剤でやる、ね、瞬着じゃないわ、SP とかね、普通の接着剤でいくときは塗料溶けちゃうんでね、
これ無理なんですけど、ジップクリアで行くんで、ここ塗っといたらね、よし、こんな感じかな。これちょっとここ太すぎるんじゃないかな。なんでここ、こんなにあれやねんやろ。はい、というわけでね、ヘッドライトつけていくんですけどね、GP クリアつけていっております。こうしてね、ちゃんと、こう巻いて、細めて、ちゃんとつけるね。よいしょ。で、ここ。ちゃんとね。で、こんなピッてやらんでもちょっとやったらね取れるんで、はい、よいしょ。じゃあヘッドライトつけていきます。これは右側です。右側ね、さっきちょっと変なバリみたいな感じになってたんで削りました。一回仮付けしてみてね、どうもドンピシャやったんですけど、まあものの見事にドンピシャついたんですけどね、どうもあ太さが、あ、つかないな。太さがね、合わないんで、この黒いところの太さがね、左右対称にならないんで、左右対称にならないんで、削りました。ましたかね。はい、これでね、太さはね合うんじゃないかなと思います。ちょっと若干太いですけどね。はい、こんな感じでねつきました。キラッとねかっこよくついてると思います。はい。そしたらね反対側行きます。はい、つきました。これでね、貼っていきます。ちょっとね、つけて、で、ちょっとまあ押さえて、ベッドね、外すと。はい、これでどうかな？ライトつきましたね。いい感じでライトついたんじゃないかなと。目張りもねそこそこ綺麗に入ったと思います。はい、それではね牽引フックつけていきます。ここにね GP クリアちょんちょんとつけてね、もうちょっとつけようか。ここ見えないんでね、たっぷりついてても OK。 どの辺かな、 B の下ぐらいか。ね、ここにね、あ、いけるね。ちょっと裏返してつけるか。あ、まあいいか。このままいきます。どうだろう。つきました、牽引フック。簡単ですよね。こんな感じね。つきました。ここで場所いけるかな。もしあかんだらまた付け替えますけどね。いい感じでつきましたよね。これ一つでだけでもだいぶ違いますね、感じがね。はい。そしたら、今度ね、これ。リアね。リアは、どうしよっか。ここにちょんとつけて、この辺にちょんとつけといて、差し込んでいくという感じになるんですけど。できたら、向こう側から差し込みたかったな。いけそうやね。よいしょ。
やっぱはみ出すよね。向こう側からこうね顔を出してきたらね綺麗にいくんですけど、まあまあ取れるんで OK としましょうか。もうちょっといいよ。なのかな。もうちょっといいよか。よし、こんなもんじゃないかな。で顔がもうちょっとこう向いてた方がいいかな。はい、どうでしょうか。いい感じでついたんじゃないかな。もうちょっと上向く。もうちょっと上向く。はい、こんな感じね。つきました。どうでしょうか。はい、ということでね、今回はこれで終わっておきたいと思います。大変ね長時間ご視聴ありがとうございました。次回もね頑張っていきますのでね、よろしくお願いします。ご視聴ね、応援よろしくお願いします。で、コムさんのねいつものお願いとしてチャンネル登録ねよろしくお願いしますということで、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。で、ね、また次回ね続きやっていきますのでね。はい、あとね、なんだかんだもうちょっと残ってます。やることね、いろいろそんなんやっていきたいと思いますのでね、ぜひご視聴になってください。次回ねおそらく完成できるんじゃないかな。次回できへんかったらもう一回あとぐらい多分できると思います。もうやること少ないんでね。はい、はい、ということで次回またねやっていきます。出光モーション無限シビック EG6 でした。はい、終わってきますよ。はい、お送りしたのはコムさんでした。それではまた次回ね、お会いしましょう。さよなら。ちょっとね、中途半端ですけど、ね、次回楽しみということで、よろしくお願いします。それでは、さよなら。